足利氏の前半経図にしてみるとこういうい感じなんですね吉家の息子、えー、の吉国、この吉国、えー、昔は足利義康と新田義重がこう並び立っていて、この足利家と新田家は、まあ、新田家は没落していくけども、足利とは独立した別の源氏の一門であるというふうにまあ見られてきたんですけども、それは太平騎士官であると。 いうふうに言われていて、吉国の孫この足利義安それに連なるこの日田義茂というのはあの足利の一門ではないかという研究が近年では盛んになっているということになります。足利氏の始まりなんですけども、源義国、1091年から1155年というふうに言われてますけども、まあ、よくわからないと。源義家の四男です。長男の吉宗は早死にしました。 次刑の吉川吉川の乱を通しまで起こして最後は平野正盛に討伐されてしまうという結果に終わります三刑の吉田田が家督を継承します吉田とそれから吉国というのは割合まだ吉が存命中には最終的にこの吉田田が家督を継承するんですけども吉国も有力な家督継承候補者ではあったんですが1106年の日立合戦で敗北するは この源義光との戦いで敗北するわ、その結果直感を被って、立の国を退去するわで、こういったことを通じて、この義国さんは、義家の後継者としての地位を失っていくというふうに言われていますが、まあ、三家の義忠がおる以上はああの、あれなんですね、ただ義忠も殺されちゃって、その義忠の子孫もいなくなっちゃうんで、結局最後、義家の後を継いだのは、義鹿の息子の為吉であるという、そういうなんとも、 まままらなないい結果になってしまいます吉国さんが継ぐかも継いだかもしれないんですが吉国さんは直感をこむるなどの乱暴が多くこれも典型的なお前が言うな案件なんですけども頼義、えー、よよなんかはですねお前が言うなとあの吉家から摂関家領であった神津家の国の、えー、八幡の将を相続してますでさらにまあ彼は関東の方に力を張っていて1142年 あの下野国、足利に作っていた所領を安楽獣医に寄進して、八丈院寮足利賞を立証していますで。そこの預かりどころになっていると。で、1143年には、あの下野の国の柳田郷を永星神宮に寄進して柳田三國屋が立憲されています。だから下野の国の南部にこの勢力を張っているということがわかります。で、1149年には、ただあの吉国の老桃が京都で乱闘を起こしていると。 えいうことで、まあ、吉国さんに関しては困ったもんだというようなイメージでなます。1150年には、徳大治、ね、佐野義那敷を生き払っていて、えー、直観をこう持ているといころで、まあこ、この頃この1149年とか1150年頃、まあこの頃はおそらく京都にいたんだろうというふうに思います。当然ながら、あの当時の関東の武士は割は多かったんですけど、京都と、それからあの関東を往復すると。 まあ、オーバー役というほどでもなくて、要するにこういう安楽順位に寄進する、これ、結局、鳥羽の関係者になるということですね。だからまあ、当然、京都と所領をこう行ったり来たりするっついうのは、当時の武士は割り普通やってるということで、でまあ、その中で乱闘こそは、徳田屋根義、当時、うくおの大将であった徳田屋根義のしきゃ焼き払うわということで、問題児だったことは事実なんです。 1155年には、神津家の新田の祥で死去、えー、しています。割合あえ神津家の国、新田の祥と足利の祥、その辺割合は一体化されたのと、それから、この吉国は足利の祥を吉安に譲った後は、長男の義重と共に、この新田の祥の解放通を行ったようで、彼自身、新田の祥で最後は新田義重の元にいたらしいと。別名を足利式部の大部というふうに言っており、 まあ、吉国は足利の始まりといっても過言ではないと。で、吉国の息子が義康で、うん、1142年に安楽寿院寮、足利の将の下始式になっており、まあ、一般には彼以降、足利義康というふうに呼ぶようになります。ただ、厳密にこれ、足利義康当時、自ら乗ったかったら、これはまだ疑問であって、まあ、だからか、方言の乱の説明をしている論文とかでは、源義康というふうに書かれたことがあります。 で彼は、まあ、安楽寿院寮の下士時期ということもあって、え上洛して、さらに都イの北面になっているクロード、あるいは厳ビい氏、陸奥守と、非常に重用されているわけですね。でだから陸奥判官というふうに言われたと。陸奥守を言うても当然京都持ったわけですから、これは容人告示になりますよね。賭博法施許時には公事を託された5人の1人であって、その代表が源義もあるいは源三ツ安、そういった人らと並んで、 源義康、足利義康も5人の武士の、この武士、あの、まあ、いろんな意味で工事を託すわけですけども、5人の武士にも工事を託している。要するに北面の、院の北面の5人に工事を託していると。で、この5人の中に実は平の清盛は入っていないと。賭博法が亡くなって数日後に、ようやく清盛の次男の元盛が、厳しいに入っていた元盛が、 この藤原頼長逮捕に向かわされたところで、ああ、この時に初めて伊勢平氏は仲間,あの仲間入っていくるんだなというのが分かります。鳥羽邦子宮には皇女託された鬼の一人として、非常に高く信頼されていたらしいと。義朝との関係は実は結構深くて、熱田大宮寺の養生、この熱田大宮寺の養生すまはあ、実存ですね、これは後でまた系図もびますけども、熱田大宮寺の養生を正室にしているということで、義朝の義兄弟といいますかね。 この厚土台宮司の娘が義友の正室で頼朝を産んでます。この義康の妻は、その姪にあたる、養女の関係で頼朝の母親、義友の正室の妹にあたる人物を正室にしております。あのいろんな関係で義友と義康とは結ばれていて、で方言の乱では百挙を率いて活躍していると。清盛が300、義友が200、義康が100。 東三条殿の,あの北の方を警護し、さらにあの北白河殿には一番北寄りからこう攻めかかっているということで、方言の乱で大活躍して、これからの活躍も大いに期待されるべき人物なんですけれども、1157年に亡くなっていて、まあ、平時の乱には関わっていないということになります。ののの子孫を見ていきますとこの吉安の段階で結構 早く離れている人々たいます。まず、源義清。これは細川家などの執に当たります。青丹年は不傷で、1183年ですね。下野の国の柳田三屋を管理しています。新田義家の養子として、大野の八,八幡省の中の柳田号を獲得。だから、柳田義清というふうに言われたりします。で、彼も京都に登って、城西門院。この城西門院というのは、 ご白川の道母の案ですね頼朝も,もこの城西門院に仕えてました。頼朝もこの城西門院の苦労をスタートにしてます。だから頼朝が平治の乱で、えー、命をかったのはこの城西門院のおかげじゃないかと言われてます。でこの城西門院に仕えてその関係もあって京都にずっとおって頼政と行動を共にしてます。 まあ頼政の息子が木曽義仲のもとにこう長谷参じた関係で彼は木曽義仲と行動を強いています。木曽義仲と頼朝が対立する前に備中水島の戦い木曽義仲が平氏を討ちに行った備中水島の戦いですけども現在の倉重氏ですけどもそこで平乱の律令と戦って戦死してます。 この吉清をつうのは諸子かどうかという、まあ、一般にはこれはあの若く離れた諸子であって、えー、吉兼が着手したというふうに見られてるんですけども、まあ彼の場合、吉中に行っちゃったというのもあって、むしろ、この吉中に行った吉清とその子孫たちが排除された結果、吉兼が足利の将を継いで、で、この吉清とその子孫たちが、 はずれていったんじゃないかという、そういう話もあって、まあ、なんとも難しいところです。で、この吉清の息子が広沢義実ですね。広沢義実というのは、光津の国山田軍広沢を広沢を所領したことから、まあ、一般には広沢義実と呼ばれています。むしろ新田氏とのつながりが強く、スタートは、足利義,義氏が三河の守護になった。 結果、この吉宗の息子の実国は額田軍の二騎号、義末が額田軍の細川号のそれぞれ所領を得て、あの二騎号ですね、二騎とそれから細川、さらに吉宗は初軍、ヶ崎号吉で、この吉宗次男の三通詞が初軍の荒川号それぞれ入部した結果、この義清の孫の代に三河の国にこう小さな 足利家の一門が、たぶちょぼ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 と広がっていって、これ一つの足利家一門なんですね。で、このうち、まあ、最も有名なのは、この細川号を獲得した細川、あの、細川義聖。この子孫があれですね、慶長家などの細川家ですね。鎌倉時代前半、中盤あたりまでの足利氏との,あの外籍関係を見てみますと、足利義康がここにおります。 この吉康の性質というのは、藤原の末則の嫡男の紀忠、えー、の息子です、厚大宮司。で、この娘は末則の養生となっています。で、末則の娘の由良御前と、義、え、朝、ー、が結婚して、この頼朝が生まれていると。だから、この吉康と義朝というのは、まあ、こういう関係になっているわけですね。妻が、まあ、義理の姉妹同士であると。 実際にはおばと名関係であるという関係になっています。したがって、吉兼は頼朝のいとこにまあ当たると言っていいと。で、さらに、この政子の妹の違うインドの彼女と婚姻してるので、頼朝とえ二重にこう結ばれているという形で、まあ、足利市っていうのはこういう形でえ頼朝と深い関係を持ったということで、このスタート、 自称10円の内乱におけるスタートが非常にまあ良かったということが言えます。で、その後、一応まあ見ておきますと、ずっと北条氏を外籍にしていると。でも言てましたけど、うん、家氏と義明は、えー、名古屋友時の娘やったんで、拝着されていると。ちなみに、大河ドラマ、えー、北条的名では、 数字の元妻役を原田美恵子さんが演じていて、北条時折暗殺の黒幕であると、えー、いうことになってますね。で、それを、えー、ここあの最終の方で告白して、河の物氏に殺されると、えー、いうことになってます。足利数字はあ悪い人やという,、えー、いうふうにあの、えー、言われるあの悪役のあ西岡徳馬さん、西岡徳馬さんがやってありました。 で、まあ、今度は、あの、ですね、鎌倉の13人で、足首義でも、まあ、当然出てくるでしょうが、インド殿とか、えー、政子はもう決まってますが、違いん殿とかも出てきますけども、まあ、この辺、あの、鎌倉殿13人、どのように描かれるのかなというあたりは非常に楽しみであります。で、この足首義ねまで一応見ておきましょうかね。足首義ね 1154年から1199年。だから、えー、あのこのあたり、足利氏はものすごくやっぱり短命ですね、なんか。パタパタパタとしてもね、足利氏康も1157年に亡くなって、父親の創生によって、で逆に長いのは新田明で、新田義重の庇護を受けていると。八丈院のクロードなどをおすめ、早くから頼朝に従軍していると。というと八丈院のクロードであることと、 え頼朝に早くから従軍してるっつうの,あの割合こう並べて考える影響があるようですけどもこれどうなんですかねあの八丈院のクロード八丈院が持ち人のパトロンであったのは事実であってで八丈院には大量にどっちがやったら反清盛家の人間がずるずるずる集まっていたのは事実であり平の頼盛とかそういった人間ともの事実です これが、あの、吉金が八丈院のクローで当たったことと、頼朝との関係というのは、いかがのものかというか、まあ、関係あるのかな、関係ないのかな、あの、ちょっと、あの、八丈院の本も、永井進先生井八丈院の本も出てるんで、本当は、あの、ちゃんと読まないといけない、そあの今回、八丈院の話がそんなに重要と思ってなかったんで、読んでませんで、が、あの、ちょっと読んでみ、あの、後でまた見直してみ、読んでみます。つか、読まないといけない。まだ、あの、まだ手に入れていない。吉金さんは、頼朝早くから従軍してるな 八0院のクロードであるということよりもこういう関係の方が大きいんじゃないかなとこの,あの要するにももともと義友と深い関係があったと吉安がそういう関係もあって義陰も早くから由良御前とか自分の母親の関係を通じてまあ早くから頼朝との関係を持っていたというふうに考えられるのは事実ですね。あの頼朝のがち一時治業国主であった上総の国の佐総介に任官するなど頼朝が上総国を治業国家していた時期 家の認可など、まあ、文様として活躍しています。で、さらにこの義金の妻に関してはです、ね、北条時政の娘であって、頼朝との関わりが二重になったわけですね。ただ、これに関しては昼子伝説がありまして、下野の栃木県の万那寺とかには伝説が伝わっているそうです。義金の正室が、次女の持ってきた水を飲んだら、 あのお腹がポコンと出て、妊娠したような体になってしまって、次女、うん、はそれを見て、あのえー、時政娘の吉川彩の性質を、下野の国の足利立つ綱、こちらはあの、えー、いわゆる藤原瀬足利立つ綱です。藤原瀬足利氏です。藤原瀬足利忠綱と不儀三つしたんだと残言し、それを受けて、1196年に、 彼女は自分の、えー私は、私は今から死ぬから死んだら,自分のから、あの私の体をチェックしなさいというふうに残して自害すると、そしたら遺体から大量の昼が出てきて、足、まあ、かごしかねはこの次女をあ牛咲きにしたとか、えー、処刑したとか、次女は自害したとか、まあ、いろいろな話がありますけども、えー、その話があって、これ、ほんまかどうかなんてことは分からないわけですけども。 この時政の娘がいつ死んだかとか、そういうところを含めても、まあんまりわからない、1196年言ったら、まあ、よしかねもまもなく死ぬ頃だなとか、そういうことしかまあ思わないわけですが、1196年にあの自害したと言われてます。で、これがどの程度本当はあの全く当時の同時代資料にはもちろんなく、こちらはあくまで伝承なんで、どこまで本当を示すのかわかりませんがさっき、陰の北面の五人の武士で出てきましたね。はい これは鳥羽院って、やっぱり貴族たちに後を託すの違うんですかこ武士に後を託す。貴族たちにも託しますが。武士院の北面の武士の中から5人も選んでるわけ貴族にももちろん工女託してますが。この5人は武士の中でということです。そう,そうそうそう。その中に義朝と義安が入ってると。そうそう。 あと源光康まではあと2人ちょっと忘れたはずがあと2人のうち1人は忘れてあのやっぱりこれは源さんやと思うがあともう1人誰かはちょっと分かんない源ばっかりですねリサーチ不足ですが、うん、源結局伊勢平氏があのストック型と見られてましたからね最後は藤原宗子さんが決断して後、うん、白河型に来たけど 最初はちょっとしたストッカーに移行こうとしたから、鳥羽自身は多分伊勢兵士は当てにしてない。むしろ逆に伊勢兵士に対抗するためには、この、まあ、都付近で巨大な武力を持ってる伊勢兵士に対抗するには、この河内源氏の、えー、吉友義朝義康と摂源氏の光安ら,らをとりあえず頼らんといかんと。 河内源氏の場合はあのこの頃義朝も義康も所領が関東に偏ってるんで鳥羽とそれからあの美福門院は義朝は随分一生懸命切り崩してましたしね義朝を多分切り崩すと厚田大宮寺の関係で義康さんも自動的についてくるとあこの前向子ですからね、うん、一緒に動くだろうとうん この頃、新田って京都にいたんでしょ新田も京都にいたはずですよね。彼らは鳥羽院には食い込めなかったんですかなんかあんまり影がないですね。私も京都にいたこと忘れてましたわ。<laughs> 保険のランドも平時なも出てきませんね。そうなんですよ。何しとったんやろうと。<laughs> この時点で、足利義康と新田義成だと、そんなに義康の方が圧倒的に 武力的に上やということもないんでしょう、ま、だ多分ないと思うし、どちらが着敬ということも、多分この方言の乱の前あたりでは、た多分ん多、分たぶん1140年の安楽寺院領の足換所の下地識を獲得確保した段階では、多分吉安と七重の間に、多分差はないという気がするんですよね。これニッ田ニッタって呼んでますけど、源ですよね。源、厳密に源義重源義康。 じゃあ源義重、新田義重も、保険の乱、平地の乱に一枚かんでても不思議ではない。不思議ではないかな。<laughs> だけど出てこないんですね。うん、もしかしたら、その頃あの狩猟経過忙しかったかもしれないから、まあ、うろうろしてるうちに京都離れてる時には起こったかもしれないしで。保険の乱でチャンスをつかんだのは、義くと吉保だったと。 吉スはもうあの完全にいいチャンスを掴んだはずですよね。友達は死んじゃったけど。そうですね、この人、なんで平治の乱で出てこないのかと思ったら、亡くなっちゃってるんですね。そうなんですよ。<に>私も考えたらあの、いや、実は不思議で、なんで平治の乱で出てけんやろうと思ったら、死んでたんか。<laughs> この人は1153年に鵜戸練に任官してるから足利シアス生きててもし京都にいたら。 のん巻き込まれて多分あの、足利氏も滅亡ぼしたかもしれない。あっ、義朝側にくっついてたの、ねうん、亡くなったことが足利氏にとって、基地かわらないと生きてたらそうですね、<あ>これ絶対、義友と一緒にあの自爆してますよね、これ。えっと、足利義金の妻が、政子の妹という話がありましたね。はいはい この人は自殺したんですかいや実,これもです実際にはいつ死んだかも分かってない。1190年自害というふうにあの伝承にはあるけども実際には義その性質はあのいつ生まれていつ死んでというのは分からない。足利義兼の跡継ぎというのは政子の妹が産んだ。産んでます。はい。義氏ですね。じゃあそういう怪しげな伝承があるけれども。 政子の妹というのが義金の妻として着手の義氏さんを産んでるわけですね。そうですねであとはずっと徳宗家から妻を迎えてちゃんと返金も受けてるわけですね。そうなってますね。これだけ食い込んでるのに足掛かってあの鎌倉時代のいろんな下月騒動とか事件が起きるときにあんまり登場しないですね登場しないですね。 うまく逃げてるというか、巻き込まれないですね。あの法治合戦とか、この名古屋友時の乱とか、名古屋時明の乱とか、名古屋紀時の乱とか、ま、いろいろあるけれども、伊賀市の乱とか、何にも出てこないですね。何にも出てこないで、突然最後に足利尊氏がーって出てくるんですね。そうなんですよ <laughs> ケー図見ればね、鎌倉幕府の中枢部におるやんかと。 おるんやけども、何も巻き込まれない。女性術がやっぱりうまかったのか？それとも何もやってなかったのか、うん？<laughs>